でも今日ペイちゃんね、さあこういうことやっていきましょうということで、今回ですけども12時を回りまして新ガチャが来ております。こちらサマーランドガチャということで、なんと1回60金券、超良心的。目玉はこのバイクなのかな、キュートシャークということで、なんかねテンスラのバイクに似てるよね。あ、違うんだ、目玉オブジェなんだ。ウォーターベッド、おお、こんな感じね、これが目玉なんだね。なんかバイクの方がね良さそう。バイクキュートシャーク、こちらが3段階進化で加速エフェクト付き。あれなんだね、テンスラのやつみたくなんか横のやつ吹っ飛ばせるのかなと思ったけど、そういった機能はなさそう。 0.2%、 まあまあ確率高い。ホバークラフト、これ可愛くないか、これちょっと惜しいかも、 0.3%。 そして95式、これがねすごそうだったんだよね。水の楽園、進化弾道銃剣、おお、銃剣こんな感じなんだね。でヒット効果、カウンターマズルフラッシュの、最終形態がこんな感じで、なんと激アゴンもついてる。おお、かわいいな。で、一人称展示、おおおお、ジャックがボールを蹴っ飛ばした。おお、あらららららら、なんて可愛らしい。え、これ可愛いな。これ当たったら最終まで行きたいっすね。で、81式は、エフェクトだけか。で、CS、これもエフェクトだけ。で、衣装が2つある。すごいな、分解が。めっちゃ細かく分かれてる。こっちはそうでもないか。で、手榴弾。おー、可愛らしいね。いや、結構今回のガチャ60金券でさ、この感じはまあまあいいんじゃない？まあ、でもね、皆さん、今月の中旬と、あと、月末にね、2つコラボが来るので、特に月末のコラボに関しては、新規コラボらしいんでね、その辺皆さん、計算して、あまり課金できない人は、まあ、ちょっとね、まだ期間も長いので、様子見てもいいかもしれないです。まあ、ということで、ちょっと今回なんですけど、100連チャレンジやっていこうかなと思います。行きましょう。最初の10連、お願いします。カモン！100連で何が当たるのか。まあ、狙ってるのはそうだね、バイク、フラミンゴ、あと95式、手榴弾、その辺当たったら嬉しいですね。ちょっとやばいんじゃない？今20連で何も出てません。30連目、頼む！お願いします。いやー、昇格ない？そろそろ金欲しいよ。うわ！ないか、うわ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 、ちょっと、やばい流れが来ているかもしれない。やだよ、いきなり店長。うわー、いきなり店長パターン、これはしんどい。ないね、雷がね。はい、最初の1個目の金枠は天井です。頼む！いっぱい来てくれ。お願い。3個くらい来てくれたら確率一気に変わる。来い！うわ、1個！しかも綺麗に最後。さあ、何が出るでしょうか。お願いします。いいやつ来てくれ。来い！おお、おー、急上式！大当たり！大当たりです。これはもう最終形態までしよう。さあ、こっからあと50連で、3つだよね。3.3% なんで、あと50連で2つ出れば、まあ確率通りということになります。お願いします。確率は超えたい。おお、来た！はい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 。2連続。頼む。はい、来い。来い！ 1 個、まあまあまあいいでしょう。バイクかフラミンゴか、手榴弾。来い！あー、衣装ね、そうですよね、まあそうなんですよ。行きましょう、次は70連目。おお、やばいやばい、もうすでに100連の確率通りに来てる。頼む、いっぱい来い。1個か、まあいいでしょう。バイクかフラミンゴか手榴弾、お願いします。来い！もう一つの衣装ね、はい、いいでしょう。あと30連でもう1個ぐらい金枠出したい。お願いします。来い！おお、やばい、4連続っぽいな。来い！うわー、1個全然いい。頼む、神引きお願いします。おー、やった、手榴弾、ありがとうございます。
あとバイクか、フラミンゴを出したらだいぶ勝ちだな。5連続はないか、さすがに。雷ないね。さすがに5連続金はなかった。次が100連目かな。次は100連目頼む。ダメか、雷、雷チャンス。あ、ないわ。はい、まあ、ということで100連の結果は衣装2種類と手榴弾と95式でしたね。ちょっと残ったね、おまけ分もったいないで引いちゃいます。頼む。あと金もう1個ぐらい来てほしいな。ないか。次がラストだね。残り金、残りコイン使って。はい、おお来た、ラスト。気持ちよく割れる、はい、気持ちよく割れます。来い、1個か。さあラストの金枠、何が出るのかお願いします。バイクかフラミンゴ、来い。あーっと CS でしたね。ありがとうございます。はい、というわけで100連では、まあ、手榴弾95式衣装2種類で、おまけ分も合わせて、まあ、CS もゲットっていう感じかな。ということでちょっと95式最終形態にしていきましょう。さあということで95式最終形態にしてきました。こんな感じですね。結構なんか意外とごっついな。結構でかいかも。ほらね、背中に背負ってみると結構でかい。で、ドットは変わりなしで一人称視点、これが可愛いんだよな。これがめちゃくちゃ可愛い。絶対使わない機能なんですけどめちゃくちゃ可愛い。おー、なんか普通に凝ってるよね、なんかね。可愛い。じゃあちょっと撃ってみようか。はい。お、え、待って、なんか射撃音する。ほら射撃音がついてるよ。知らなかった。書けばいいのにね。アイテムのとこにさ、特殊射撃音みたいなの書けばいいね、これ。ほら、なんか水のさ、ねえ、なんか電動の一六みたいなさ、いいじゃんこれ。隠し機能。シュルダムのエフェクトを見てみよう。実際にどのくらいの大きさなのか。あー、まあこれぐらいか。まあまあでかいんだね。かわいい。かわいいじゃん。今回のガチャ結構いいんじゃないか。60金券でさ、こんなにいいやつばっかだったら。え、なんか一個エフェクト多くなかった今。気のせい？ワンチャン撃破でもエフェクトが出る説。え、どうなんだ。いや、一個だね。え、俺さっき多くなかった。気のせいかな。ちょっと動画見返し見ないとわかんないけど。なんか2球しか投げてなかったような気がすんだよ。で、エフェクトが3つ出てたような気がしなくもない。わかんないけど。はい。まあ、という感じですね。なんと95式に関しては書いてなかったんですけど、専用のね、射撃音付きということで、ちょっとどの段階で付くかは、進化させちゃったんでね、わかんないんですけど、よかったら参考にしてみてください。バサー。さあ、ということでやっていきましょう。ドラクイーン、結構いるかもしんない、秋葉。まあ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 、はぐれないように、仲間にね、ひっついて、ちょっとやっていこうかなと思います。味方がめっちゃ撃ってんな。敵近いね。この辺にいる？あ、いたいたいた、あれか。あ、全滅だって。あ、いや、味方強いな。味方強い。ちょ、弾欲しい、僕のだぞみたいなボイスなかったっけ。弾くれ。弾がもう全然ないんです。すごいな。スーパー徒歩移動。ナイス。ちょっと、物資を見させてほしい。ちょっとグレランとかね、入ってたら使ってきたよね。頭の上に乗せたいな、救援物資。乗んない。乗んないか。あー、グレランはなし。でも弾ゲットした。待ってね、今そっち行く。ナイスナイス。味方がさ、普通に強いんだよな。めっちゃキルしてるんだよ。はいはいはい。俺、あの3階建て取りたいね。ナイス。ここ取っとけば、だいぶ、戦いやすいんじゃないだろうか。あ、待って、なんか車来たんだけど。え、待って、なんかいるんだけど、しかも。あ、やばいかも。一人では来てはいけないとこに来てしまったか。やばいやばいやばい。ねえ。こんな敵いたから、ちょっと、
人では、ああ待って待って待って。敵を確認。この上のやつが撃ってる。向こうでやってるからちょっとお車を拝借してカバー行こう。カバー行きます。ここね。ああナイスナイス。全員倒したって。着いた頃にはもう終わってしまっていた。あとあれだね、向こうの3階建てとあと3人でしょ。この家なんだよね。じゃいるよってお知らせしてね。4番さんやばいね。4番さんが知らないかもしれない。敵発見。ここにいます。みんな徒歩で、みんな徒歩でだね。すごいな。もう行こう。やばい、4番さんなんか怪しい気がするんだよな。全然さ、なんか下ちょろちょろしてもあんまり足跡さ立ててこなかったから、なんか C4 とかさ、なんかそういうのありそうだよね。おわ、ほら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 、やばいな、そこか。 C4 1個持ってるやつは2個持ってるからな。多分踊り場だな。踊り場に乗ったら死んじゃう。もうあんな堅くなにあそこでさ、ほら絶対そうだよな。オッケー、あぶねえ。あんな堅くなにあそこから動かないのはもう確実にな、踊り場に仕掛けてますよって言ってんだよ。危ないところでした。あと2人か。あと2人、どこかな、どこかな、反対側かな。なんか全然ね関与してこないってことは、車で行こうぜ。えい。俺一人は怖いんで。みんなで行こう。あと2枚。あと2枚多分反対側なんだよな。あっちの門の方かな。他の移動手段も考えよう。こっちでガソリンが少ないから。ああ、ほらほらほら。いた。はい、そのね、その岩裏ですね。グレーを待って、こっちか。あ、左と右にいるんだ。あぶねえ。ちょっと待って、死んじゃ。ちょっとグレー適当に投げとくわ。あぶねえ、死ぬとこでした。あ、ナイス。おーおー、何、あ、なんか当たったみたいです。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。あのさ、ジブリってなんか定期的に見たくならないですか？サブスクとかじゃ見れないからね、レンタルしに行かなきゃいけないんだけど、この間もあの千と千尋の神隠しと、あとラピュタとね、ナウシカを借りてきたんですけど、やっぱね、ジブリは癒されるんだよな。何が好きですか？